こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病に限らず、障害年金を受給するためには初診日といって初めて医師の診察を受けた日を明確にする必要があります。今回はその初診日の確定のための証明をどうやって行うかについて説明していきます。初診日の確定は受診状況等証明書という書類を医師に記入してもらうことで行います。この書類は年金事務所で手に入れることもできますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。ちなみに診断書の作成をお願いする医師とあなたの初診日に診断をしていた医師が同じ場合、受診状況等証明書は必要ありません。この場合は診断書1枚で初診日が確定されるからです。受診状況等証明書を確認する場合のポイントは次の2つになります。 1. 発病から初診までの経過欄に証明書を書く医師が初診の医師であることを明確にしていること。別の言い方をすると、証明書を書く医師より前に別の医師の診察を受けていたと記載されていればダメだということです。証明書の記載をお願いしたら別の医師の紹介を受けて診察したというようなことが書かれてしまうこともあります。そのため事前に初診かどうかを確認した上で受診状況等証明書を依頼するようにしましょう。ポイント2、初診日が明確になっていること。これは何年何月何日と日付まで明確になっていることが必要です。初診日が確定しない限り障害年金の手続きは先に進むことができません。とはいえうつ病の場合、初診日から長期間経過してから障害年金の手続きをすることもあり、本人の記憶が曖昧でカルテも残っていないということもあります。そのような場合の対応については個別の案件ごとに対応が異なってきますのでご注意ください。